そいつらを殺すのか、真島。当たり前や。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部しまいにするにはここで殺すしかないやろが。殺すんや。俺がこいつらを誠の代わりに。彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。何？感謝するかもしれん、謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大河が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手がきれいなままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだと、そう気づく。自分のために人殺しになった者に償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない貸しを作る気か。こんなクソボケが。せやったら俺はどないしたらいいんや。こいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないせっちゅんじゃ。もう終わったんだ、真島。牧村誠は意識を取り戻した。今風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を。何言ってる。女が生きているのか、バカな。それじゃ殻の一粒はあの土地はどうなった。道島さん、殻の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何？堂島組の時代は終わったってことです。カムロ町再開発の莫大な利権は殻の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を逃げる生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅんか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日教連で隠し持つ。東条会最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。よくこらえたな、真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。よう言うわ、あんたも。俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じように。
ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父シマノに一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと。